さんにいたずらをしていこうと思います。まず谷底に落ちてダイヤモンド鉱石を置きます。そうしたら表面にした額縁を縦に並べていきます。その後に地図で作った偽物の橋を置きます。完成しました。さあ自称天才のチロルさんは罠に引っかかるのでしょうか。見てみたいと思います。チロルさんこっち来て。なんだ。見て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 。何があるんだ。どうしたどうしたどうした。何お土産お土産。え、ほら下に。あーダイヤモンドだ。え、はしご。あ、かけたのピノが。うん、もらいます